よろしくお願いします。はい、メロン担当あゆです。よろしくお願いします。はい、フルーツ担当しおです。
なんじゃ気になっとうぞ。ちょっくら説明させていただこうかな。よろしくお願いします。はい、このお題当てゲームというのはあらかじめお題がいくつか用意されていまして、そのお題に関する言葉をその直接的な、例えばリンゴとかだったら、うん、お題がリンゴって分かるような間接的な赤とか、レッド、レッド、あ、そう、今回は縛りを設けてやっていきたいと思います。もしや、もしや、今回の縛りは英語縛りです。はい、英語得意なの手を挙げて。なのでは英語が苦手です。英語が通れる回となっているのがわかるでしょうか。本当だよ、本当だよ、まあ、英語で伝わればいいんだもんね。そう、伝われば。で、一応ね、そのジェスチャーでちょっとやっちゃったりとか、もし日本語を喋った場合は、うん、マイナス1ポイントとかみたいな、OK、OK、多く答えられても準備されていきますので、ご注意くださいませ。はい、はい、じゃあ早速ね、クッパしてチーム分けしていこうかな。 OK、 いきましょうか。クッパで分かりましょう、分かりましょう、分かりましょう、分かりましょう。塩手なチームとアヤーサオチームで答えたいと思います。ノリ。
はい、お願いします。なんかあれですね、罰ゲームはあれですよね、なんかコンビニでスイーツを買ってあげるらしいです。買ってきます。後でそれをちゃんと撮影します。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。ハピロベでした。てん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 、ちゃんちゃんとてなさんにご褒美買ってきました。どうぞ。食べてください。ありがとうございます。次は勝つんだからな。勝つんだからな。